はい、赤城インターを今降りるところです。はい、なんとか真っ暗になる前に高速は降りれましたね。今6時8分。まあね、だいぶ日が短くなってきたから、で、ここからもうナビ頼りっすよ。ナビ頼り。もう全くわかりません。あ、一旦停止なの？ここ。一旦停止？え、どういうこと？ちょっと待って。これ何？ ETC じゃないの？は？あれ？なんか俺変なとこしちゃった？こんにちは、お疲れ様です。すいません。か、あれ、俺これ ETC レーンじゃないとこ入っちゃったみたいなんだけど。こちらに一般レーンになります。申し訳なく ETC のバイクでしょうか？そう。はい、カード出せますかね？カード？マジ？まあ出せないことはないですけど。ここでご精算できるんですけれども、あ、はいはい、これレーン変わっちゃダメなんでしょ、もうここまで来ちゃったら。カードね、わかりました。すいませんでした。いやー、あれ、俺なんて ETC レーン入んなかったんだろう今。何も考えてなかったな。びっくりだ。ほんと、そんなことある？なんかしらやらかすね。すっかり暗くなっちゃったし。で、これどうなってんのよ。いやー。いや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 。こんなね、暗くなる前に着きたかった。まあしょうがねえ。いや、やっぱり山の方は、うわ、おお、おお、浮気見運転してたの。綺麗だね。いやー、怖いな、暗いと。目がね、もう暗くなると全然見えないから。それしょうがないよね、年だから。年だからしょうがないんだけど、なるべく夜は走りたくないっすよね。このあれですね、この Z900 は硬めなんだけど、全然硬めって乗ってる自分は分かんないね。全然普通に左右対称にこう、なんていうの、見えてる感じで。あ、いきなりのくねくねなんだね、これね。
で、これで、わあ、なんかあの目の前の山は何でしょうか。赤城山なんですかね、あれがなのかな。え、どっか曲がるの、これ曲がるのか、これじゃないな、この一本先だな、これじゃない、これだ。あ、セブンイレブンあった、ラッキー。ちょっと買い物していこうかな。ちょっと買い物します。はい、セブンイレブンでね、老眼鏡忘れてきちゃって、買おうと思ったら売ってませんでした。今日は宿入っても携帯見れねえな。宿にないかな、老眼鏡。なんで忘れるかね。いやー、これ夜とかって着くと朝また全然道分かんなくなっちゃうんだよね。いやでもね、思ってたほど寒くないっすね、こっち。全然寒くない、よかった。このハーフメッシュ着てきて、これ曲がるのかな、これ曲がるのね。で、踏切よいしょ。で、これか、これこっちか、こっちだこっちだ、失礼、これこっちだな。で、うわ、街灯がね、懐中電灯持って歩いてるわ。どこ？これ、これ、これか？これか。老人ホームじゃないかいこれ。老人ホームだよ。どこだよ。マジかよ。また左側、これお疲れ様って、これ嘘だろ。違うよな、あっちか。もう頼むぜ、本当に。全然離れてんじゃんかよ。もう U ターンなんかできねえよ、こんなとこで。こっち行ってみる。違うなこれ、ダメだな、ダメなやつだこの道。離れうわやべ。もうやだ。
もうこれは切り返しますよ、降りて。いやー参った参った、いやー重いな。こういうことするからこかすんだよね。もうやばいパターンだよねこれね。スタンド立ってるね、よいしょ。ちょっとどこだよ。どっちから来た俺。終了じゃねえよ、終了じゃねえっつうの、まだついてないんだから。どれよ、出ますか。だってこれ老人ホームでしょ、それ人んちだよな、それ。あ、これか、あ、これだ。これだ、あった。あー、よかった。着いたよ、着いた。いや着きました。車どこ止めるんだろう、切ってこよう。とりあえず一回切ります。はい、ここが部屋ですね。天井灯のつまみはこんな感じ。まあシングルなんでね、狭いっすよ。狭いけど、まあまあね。これか、あ、これだね。うん、そう、あのね、暗いのはダメなんだよね、もう年だから。あ、風呂ついてねえんだ、ここ。なるほど。ああ、そういうことですね。はい。というわけで、今もう夕食の時間が結構最終らしいので、とりあえず晩飯食ってきます。はい。なんかね、さすがに赤城で一泊ってなるとちょっと全然走った感がないですけど、まあまあ明日いっぱい走る予定なので。いやー、さっきはまた迷って、危ないんだね、ああいう時にこけるんですよね、本当に。もうね、やばかった。タバコ、あ、っていうかこれごと持ってきゃいいんじゃんね。はい、というわけで、じゃあ夕食食べてきますね。はい、じゃあまた後で。